んにちは。残念ながらこの悪いね。搭乗券は完売だ。また来てくれよな。you
一面廃墟で誰もいませんね。そのようですわね。昔この町にはたくさんの有能な獣人族の技術者が住んでいたらしいですわ。魔界族の反乱は随所に大きな被害をもたらし、多くの町が滅んだ。この町もそういった爪痕の一つなのでしょうね。生き残った人々はここから逃げ出すと二度と戻っては来なかったのでしょうね。うん、僕もここに戻りたいとは思わないですね。それにしても新型魔界族の残骸がたくさんあるのは不思議ね。だいぶ近年のものなのに。この地方の大企業の倫理観を考えれば当然ですわ。彼らは自らの廃棄物を処理する際など適当な土地に何の配慮もなく投棄して終わりですもの。なるほど、それでこうなっちゃうわけね。ただこんな風にバラバラになって捨てられてるのを見るとちょっと気味が悪いですね。データハンターはこのような光景を目にすることも珍しくありませんわ。世界は時に残酷なものですわ。慣れることも必要ですわよ。
信号がどんどん強くなってますもの。前方見てください。罠のようなものにかかった魔界族の人が。なんてことでしょう。こんな罠を仕掛けるとかどれほど下劣ですの。それでもなんとか大事には至らずに済んでいるようですわ。クリーストラップ？あれ、お知り合いですか？うん、古い友達。昔はモロースでよく遊んでたわ。彼も私と一緒でモロースのワッフルが超大好物なのよね。モロースワッフルが好きってことは当然いい人だってことよ。神羅万象の基準にワッフルを置くのはやめてくださいまし。ヘイグリース、こんなところで何やってんの。昼寝するにはこの場所少し陰気すぎない。テビー、久しぶり。あれここどこだ。僕はモロースワッフルハウスにいたはずなのに。残念、ここは異物の城よ。え、異物の城？そんなバカな。だって僕モロースで学校に向かってたんだよ。ここまでどうやって来たかは知らないけど、グリースはここで魔界をショートさせて無力化するって電磁罠に捕まってたのよ。電磁罠だって。だとしたら記憶が一部おかしくなってるのはきっとそのせいかな。頑張って思い出してみてよ。手伝うからさ。へえ、念願だったモロースワッフルハウスのパティシエになれたんだ。すごいじゃん。んで、仕事の空き時間利用して料理教室に行く途中で記憶が途切れたと。僕はまだ見習いなんだけど、僕の作るワッフルを認めてもらえたのはテビーやみんなのおかげだって思ってるよ。ずっと前に僕が夢で見たワッフルの話、まだ覚えてる？あれからずっと研究続けてとうとう完成したんだ。楽しさ満点ワンダーワッフルがね。すっごい、超すっごい。それ絶対おいしいやつ。今度私にもそれ作ってよね、グリース。はん、ワッフルも結構ですけど、今はこの電磁罠について話すべきじゃありません。だけどさ、グリーストラップの記憶たどらなきゃいけなくて、そしたら自然とワッフルの話に行き着いたんだからしょうがないじゃん。ヘビーさんは本当にワッフルお好きですよね。当然、あれはもう食べ物ですらないわ。魂を潤す芸術品よ。
そう、ワッフルは究極に崇高な存在だよ。人生をかけて追い求めるにふさわしい宝物だよ。よくわかりませんが、すごいものだってことだけは伝わりましたよ。そこまで言われるなら僕もいつかは食べてみたいですね。テビーの友達なら僕の友達も同然さ、喜んで作らせてもらうよ。もっともモロースに無事戻れてからだけど。食べられるの楽しみにしてますよ。僕の兄さんはパン作りが得意で、いろいろと教えてくれるんです。だけど僕が焼いたパンはいつも真っ黒で砂みたいな味になっちゃって。焼くのと燃やすのは違うのよ、セーブル。ところで失礼を承知でお伺いするんですけど、グリーストラップさんって味覚はあるんですか？ないんだ、味覚。残念ながらね。僕みたいな旧式魔界には味覚センサーとか高度な機能が装備されていないんだ。でも問題ないさ。努力と経験を重ねて、食感と視覚を駆使して、いろんな種類のワッフルを作れるようになったんだよ。あれから見違えるように上達したじゃんね。あんたが最初に作ったスノッグベリーワッフル覚えてる？ドロッとしたおがくずの味だったし。食べ物の味がわからなくても一流のパティシエになれるんですね。そんなの聞いたことありませんよ。すごいです。僕はしがない窓拭きだったんだよ。でもモロースワッフルハウスの前を通るたび、窓ガラスの向こう側に幸せそうなお客さんの顔があったんだ。その笑顔はどんな時でも僕に元気をくれたよ。それで僕も同じように誰かに幸せを届けたいと思った。それからはいろいろあったけど、このままワッフル作りの歴史に貢献できればこんな嬉しいことはないさ。テビー、私たちがなぜここにいるのか忘れてはなりませんわよ。アストラルギアはきっとこのすぐ近くにありますわ。集中してしっかり注意を払わないと。分かってる分かってるって。意外なところで古い友達に会えたからちょっと気分が上がっちゃっただけだって。コールドハンド！罠を仕掛けたのはこいつらね。うわ、どうしよう、テビー。しばらく隠れてて、その間にこいつらやっちゃうから。うん、わかったよ。よいしょ。グリーストラップが、急いで後を追うわよ。
ナジャに向かってたわよね。そんな遠くまでは行ってないと思うけど。へっ、てめえらストーカーかってのは。まったく面倒だぜ。このロボットは俺たちのもんだよ。正々堂々罠にかけてやったんだ。手を引かねえときっと困ったことになるぜ。それともこの俺、ゴールドハンドのカプリス様を怒らせてってのかい？あんたたち、なんでこんなことやってるの？何が目的なのよ？はぁ？こいつら無遊病のクズ鉄の話かい？足りねえよ。こいつら歩く銭箱みたいなもんだぜ。使い道はいろいろあらぁな。まずはバラして部品を闇市で売っ払っちまうか。結構いい金になるぜ。たんまり稼いで帰りゃボスが喜んで頭撫でてくれるって寸法よ。キシシシ。いや待てよ、もしかしたら俺の耳の裏かきながらあのイケボで褒め言葉囁いてくれるかもしんねえ。てやめ、顔が皮膚ちまわ。何こいつキモ。ともかくなんで放心状態の魔界族がこんなにうじゃうじゃいるのかはよくわかんねえが、こっちにとっちゃ好都合ってもんだ。捕まえるのもべらぼうに楽だしな。放心状態の魔界ですって？そうさ、毎日現れやがるから楽しみにしてんだよな。もっとも今日はちょいとしたサプライズがあったけどな。あれ、アストラルギアじゃないですか？なんでこいつが何か分かったってかい？可愛い顔してちゃんとおつむもあるみてえじゃねえか。このポンコツの秘密に気づかせてくれてありがとよ。ガラクタ魔界の中にこんなお宝が眠ってるなんざ似合わねえな。ワッフル作りだ？へそがちゃうかすぜ！潤滑油の無駄遣いってもんだ！なんてこと、あのギアはずっとグディストラップの中に入ってたというのですか？彼に何をしたの？物分かりの悪い野郎だったからな。ちょいと強引に協力してもらったぜ。このゴミあさりアライグマ、後悔させてやるわ！クズ鉄の塊に会ったら覚悟しな！チャンス！
ボスの期待を裏切るわけにはいかねえんだよ。じっと引き出され。今度会ったらてめえらをバラバラにして叩き打ってやら、てめえらで大儲けしてやるから覚悟しとけ。オンパロスを失った魔界は魂を失った人間と同じですわ。たとえ新しいオンパロスを組み込んでも、それで目覚めた彼はもうあなたの知っているグリーストラップではありません。知ってる。何かできたんじゃないかって。そうすればこんなことには。そう思えて仕方ないのよね。小さい頃、私がもっと無力だった頃、やっぱりこんなことがあったわ。私の大切な人たちはただ私の指をすり抜けて落ちていった。消えていくのを止められなかった。クリーストラップ、私のせいで。これで世界の誰もあなたの楽しさ満点ワンダーワッフルを楽しめなくなっちゃった。これは何でしょうか。これってクリーストラップの日記。そういえば彼、どこへ行くにもこの日記を持ち歩いてた。昔の私の美味しいワッフル作りのためのアドバイス、こんなものまで律儀に書き留めてたのね。テビーさんの言葉、とても大切にしてたんですね。そうね。そんな昔からずっと
疲れ。ワッフルのことばかり考えて、この日記がいっぱいになるまでページ埋めてったのね。彼の夢を叶えるために。この写真に写ってるワッフル、とっても美味しそう。写真についてる笑顔シールが可愛いですね。笑顔、待って、これ楽しさ満点ワンダーワッフルのレシピだわ。まるで私たちのために残してくれてるみたい。クリース、安らかに眠って。きっとあなたのワッフルは世界中を笑顔にするわ。からの連絡だ。聞こえるかい？ちょっと信号が不安定な感じでね。なあにパパ、今ちょっと立て込んでんだけど。パパを助けて。手短に言うよ。オアシスで僕の監視ドローンが墜落してしまったんだ。ちょっとした実験中のハプニングでね。そいつをなんとか回収してもらえないかな。パパは今手一杯で取りに行く時間がないんだよ。監視ドローンって、パパそれでどんな怪しい研究してたのよ。怪しい？しっけえな。僕の研究はこの世界の未来を守る大事な大事なものなんだぞ。これは勇敢なるウサギ隊員の手びりにしか成し得ない重大な任務だよ。それにほら、これでパパのところに戻ってくる口実ができたじゃないか。なんて素晴らしい。ああ、はいはい。じゃあ回収したら家に戻るね、パパ。